はい、速稼塾の放送をご覧の皆様、昨日から始まったんですけども、私のね、まあ、一番弟子といいますか、一番古くからやってくださってる弟子の新野木君がですね、この3月で30万ほど1週間くらいでね稼いだよっていう報告の後で、私が一つ指示を出しました。自分が稼ぐのはいいけども、他の人を稼ぐのはどうなってるんだということだったんですよ。で、彼もそれに答えてくれてですね、今回誰でも稼げる方法を日々ね積み上げてくださるそうです。そのコースのね一つが自己アフィリエイトなんですけども、これは実際にですね A8 ネットってものに登録するところから、どういう手順でやったらお金がきちんと稼げるかってことをね、私も一番最初にやった方法なんですけどもね、私これ3年で300万ほど稼いだわけなんですけども、でこの自己アフィリエイトの方法を人に指導することによってさらに稼ぎを上げたっていうことがありますけども、この方法ですね、私がやるんではなくて、この椎野木くんにやってもらっているところがあります。まあ、ですので、これからね自己アフィリエイトの専門講師、専任講師ということで、彼がこの速稼塾のこのね、ジェネシスの方にもたびたび出てくると思いますので、コーナーを作りました。とにかく稼ぎたい人というコーナーですね。こちらの方をご覧いただいたりとか、彼に直接質問したりとかしてね、どんどん稼ぐ方法を身につけていただいて、実際に稼いじゃってください。で、稼げるようになったら、誰か他の人をね、身近な人、仲のいい人を稼がしてあげてください。これは景気に左右されることなく、どんな人でも稼げる方法を紹介しているところなんで、ぜひね、まずは最初の1万円から稼ぐことを現実的にしてみていただきたいなと思っております。まあもちろんね、私の方にご質問いただいてもよろしいんですけども、この度はですね、まあ椎野木くんがどんな質問にどう答えるかってことをね、やっぱこう鍛える意味、試す意味も込みで、ちょっと彼の方に聞いてあげてほしいと思います。そうすることによってね、彼も鍛えられると思いますので、そういうふうな形でね、両方が育っていくような、そんなコーナーにしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは本日は以上です。椎野木くんの動画 URL を下の方に貼り付けておきますので、そちらの方をちょっとご覧になっておいてください。それでは失礼します。